Truckers X TV on air。 We are now live in 3, 2, 1。 Welcome back to another episode of Sword Art Online Alicization Lycoris. In the previous episode, we completed the blue beam of Forget Me Not. Today's episode right now, we're going to go into the newest DLC, Blooming of Matricaria, which it was basically Shadow Drop. To me, it was Shadow Drop because I have not heard any news whatsoever besides the name of the DLC, but apparently, they did announce the date last week, but like I said, I have yet to receive any news. But anyways, if you have today's episode, make sure that like button is supposed to be your channel as we're going to go into okay. So, let us begin. If I press auto, it's gonna go super fast, and it's just a recap of what the heck happened. A defendant deserves even one to fight fast with the flying colors. At times, it seemed I was living a nightmare. I overcame my blood-soaked vices. When the four divine objects combined, I fought the resurrected Ice King Helzig. After defeating him, I used the resource he left behind to create another sword. To honor those I've defeated, I've decided to name the sword Forget Me Not. And with that, another tale had come to an end. But then, for Blooming of Matricaria, reach level 100 as possible and recommend this is for the friendless members, but not for wayfarers. Yes. Now, how much of a dumb level gap it is for the next one? Because they left these ultra hard bosses at level 300 above, and we're stuck at level 100-ish area. Yeah, I'm not interested unless I play online, but I never played online in this game before, so oh well. Get to the story already! と夢見るんだ。境界線の先で呼ばれる名前を呼んでくれる声が温かくて、ああ俺はここにいてもいいんだと安堵する。これをもらいたくて生まれてきたんだ。
涙する。隣に立って笑う権利。存在を消されることなく扱われる命。誰かの大切なものになりたい。別に大それたことじゃないだろう。当たり前の欲求だ。俺は生きているのだから。俺のことを見て。俺を消さないで。望むのはただ一つ。お前の眼差しが欲しかった。This straight up looks like an underworld territory. It looks so gloomy. Where the heck are we? これで理解してもらえたか。我々は未曾有の戦いに挑まねばならない。アドミニストレーター討伐後、人海を襲った神獣出現による混乱、兵王ヘーレシグの暴走、さまざまな事態が引き起こされてきた。じゃがダークテリトリーとの戦いはそれを上回るものになるであろう。お主たちと知恵を絞り対策を練りたい。カーディナル殿、一ついいか。キリトが言っている最終負荷実験とやらが闇の軍勢との戦いに当たるということは理解した。あの坊主がリアルワールドという異世界から来た人間であるということ、異世界側が今後の戦局を俺たちより把握していることも俺は受け止めている。数々の危機を防ぎ戦ってくれたあの坊主が言うなら信じるさ。きっとそれは他の奴らも同じ気持ちだろう。だからこそ問いたい。リアルワールドには闇の軍勢の侵攻を止める手立てはないのか。そちらの世界には俺たちの知り得ない情報や戦術が存在しているのだろう。最終負荷実験をわしらが止めることができない理由。この世界の真実を今言うことはできん。ここにいる全てのものはフラクトライトと呼ばれる魂を持つ AI、 アンダーワールドも仮想空間、全ては作り物だということ。この事実は皆にいらぬ心の負担をかけることになる。ダークテリトリーとの戦いの前にそれは避けたい。それにもし全てを知ればリアルワールド人であるキリトたちに害が向かぬとも限らん。ラースの管理者が何とかしてくれればよいが、コンソールでの通信が依然途絶えてる今、あちらの介入は望めん。ふむ、そうじゃな。キリトやアスナたち、リアルワールドの人間は異世界との連絡が取れない状態にある。それゆえこの地に留まり治安維持に尽力してくれている。異世界側との通信が回復すればお主の言うようなことも望めるやもしれんが、あまり希望を持たん方がいい。
全ては確証のない推測に過ぎんからの。うん、そうだ。話の腰を折って悪かったな。カック、あなたらしくもない。いくらキリトが頼れるからといっても、これは我ら人界の守護者がなすべきこと。ええ、ファナティオ様のおっしゃる通りです。あの小僧の剣の腕は確かなものですが、異世界の力など。分かっちゃいるさ。だがな、カーディナル殿の統治下で動くようになってから、俺は改めて自分の職務を再認識した。お前たちもそうじゃないか。人界に住まう者たちがつつましく暮らす姿は、聖護騎士の俺たちからすると何とも厭けなく儚い命として目に映る。なるほど、こりゃ守らねえといけねえと思い直す機会にならなかったか。ダークテリトリーの奴らに侵攻されれば弱い者から死ぬだろう。女、子供、老人、全てを救うことはできない。俺だけの戦いなら手助けなんて壊さずに楽しむさ。だがこれはそうじゃない。戦争だ、殺し合いだ。人界の守護者として我ら聖護騎士が選ぶ道とは、民を一人でも救う道だと俺は思う。カッカ、そんなことを考えていらしたのですね。自分の未熟さを思い知りました。ベルクーリ閣下、先ほどの発言をお許しください。そうじゃな。お主たちには苦労をかけるが、ベルクーリの言うように民のため、人界のために。何事じゃ。I am straight up saying nothing much of 360p. And it looks like low budget DLC at that point. Looks like something from a PS2. I'm just saying. They put more time on the main game than the DLC. Four dragons. It looks like PS2 era graphics right here.Anyways, back to the show. So we got 5 new bosses. 1 whip, 1 sword, 1 dagger. I don't know, 1 lance. I'm just guessing from what I just saw. Tonnor, Jure, ではない。嫌な予感がする。ああ、こりゃ、なんとも気なくせえな。全員立て、武器を構えろ。
尋常じゃない何かがこっちに向かってきてやがる。カーディナル様、念のためこちらへ。各自互いの間合いを取りなさい。各ご指示を。最高級の耐久値を誇る障害防壁が突破された。一体何が。うろたえるな。聖豪騎士が眼首揃えて何て顔しやがる。人界に俺たち以上の盾はない。皆の者、わしが合図をしたら攻撃を放つのじゃ。専守防衛ではなく先制攻撃、それが最大の防御となる。それほどの相手じゃ。カーディナル様、賊の位置はお分かりになりますか。こちらじゃ。大使を違う力が複数向かってきておる。まだじゃ、まだまだ。皆の者、最大火力で放て。総員、衝撃に備えろ。これは上場。脆い外壁もろとも切ってしまったゆえ、まずいことをしたと後悔したが、我が破滅の鐘の音をこの世界に届けてくれる者が一人残った。お前さん、ここら辺じゃ見ない顔だ。観光か。なら行き先も喧嘩を売る相手も間違っている。そのなんとかの根ってやつは自分で聞いてくれると助かるんだがな。うん、貴様を伝令師に任ずるつもりだった。道家の方が似合いか。受容鏡ファザード、記録鏡メメント、聖合鏡メディエター、代理鏡プロ騎士、我が重木四鏡よ。この愚か者にこたびの来訪の説明をしてやれ。はっ。陛下に代わり、この受容鏡ファザードが命ずる。神戸を垂れよ、道警。下賤なそなたが直視してよいお方ではない。ひれ伏せ。選択肢ラウンドロビン様であらせられるぞ。ファザードの言う通りよ。図が高いわ。恥を知るがいいわ。こちらにおわすのは我らが四教の王、この世界に破壊という福音を届けてくださる尊きお方なのよ。ああ、陛下、今日もご尊顔麗しく。まあ、プロ騎士、また不機嫌になってしまったのかしら。今日は私たちの晴れ舞台。無粋な態度は興がそがれるわ。そうではなくて。陛下は我らが受けた信託を説明しろと言ったんだ。余計な言葉を挟むな。あとお前の喋り方は虫歯が走る。あらあら、陛下に敬愛を示すことは意向を知らしめることと同に不要なことではないわ。それともプロ騎士は陛下の麗しさを否定するの？僕が言ってるのはそういうことじゃない。そんなことは言わずとも知れたことだ。関係のない場面でも隙あらば陛下の気を引こうとするお前のその態度が気に食わないんだよ。けれどこの思いを胸に留めることはできないわ。ああ、陛下は罪なお方。メディエタは忠告する。話がそれている。軌道修正が必要。いい、
僕が説明する。聞け道化、陛下はこの世界の創世人アーキテクトから秘密裏に下された使命を果たすために目覚められた。それすなわち人界の崩壊。喜べ道化、お前たち人界の民の命は大義の名のもとに散ることとなる。陛下は地上のありとあらゆるものを破壊されることだろう。だが猶予を与えてください。ただし恩情からではない。より多くの恐怖が、試練が陛下の大願を叶える糧となるからだ。愚直不乱にただ鍛えよ。我らに御するまで強くなる。そうして抗うがよい。そしてその者たちすらも我らが粉みじんにしてやろう。そうですね陛下。ああ存分に震え、恐れ、おのむけ。アーキテクトもそれを望んでいる。ご丁寧に説明どうもとでも言えばいいか。お前さんたちの言っていることは大体分かった。つまり要約すると人界に害しかねえクソ野郎どもってことでいいんだろう。だったら俺がすることはただ一つだ。遅ればせながら名乗ろう。我が名はベルクーリ神聖室ワン、聖護騎士団騎士団長、序列第一位、人界を使用する者。てめえらみてえなゲスを切り伏せるのが俺の役目だ。かかってこい。誰を敵に回したのか分からせてやる。宴の始まりには主人が客人をもてなさなくてはな。この我が手ずからその命散らせてやろう。それいい。敵の大将を討ち取れればこんな馬鹿げたことはすぐ終わりだ。その選択後悔するなよ。Okay, we're finally playing someone that isn't Kirito. But he's coming at us real fast, so be ready! He's level 118, say less. Can I do that? He is protected, isn't he? How do I play this? Oh, god damn! Forgot how to play this game. He's doing nothing.Hey, do we have to automatically lose or? He is well protected. Dodge it. Wait a minute. I have an idea. It's targeting something else. Even if we're not attacking it. Shoot.As I thought. つまらん。強がそがれ。四強よ。この男の相手はお前たちで十分だ。遊んでやれ。被害があいつらにも及ぶ。
気絶している奴らに回避をしろというのも無茶な話だ。やはり俺がここから敵を離すしかないか。仲間が気になって戦いに集中できないか。では問題を解決してやろう。貴様、よそ見をしていい状況か。味方を守っていては自分が死んでしまうわよ。答え、それはこの世界のシステムとしての中。その問いかけ自体、お主が何者であるか語っておるも同然じゃな。わしはカーディナル、こう名乗ってはおるが、お主の想像しているカーディナルシステムそのものではない。ゆえシステム権限を取得しているものじゃ。イレギュラーな立ち位置ではあるが、アンダーワールドの世界の均衡を保つために尽力しておる。その点ではこの身に関して名の存在と同じとも言える。どうやら我が眠っている間に想定外の事態が起きているようだ。世界の管理者はカーディナルを名乗る者よ。しかしいかな理由があろうとも、その姿はどうしたものか。威厳のかけらもない小娘ではないか。余計なお世話じゃ。こちらにもこちらの事情がある。対話するのであればわしからも質問するぞ。今日が乗った。許す、聞かせてみる。アーキテクトと言ったな。お主、そやつから何の命を受けて存在しておる。システム権限を持つ存在であるのだ。この世界の成り立ちである程度想像できるであろう。人界の民たちへ伝えるのだ。想像し、絶望し、慟哭し、奮起してみせようと。その果て、新たな神話が生まれた。今はそれだけ語っておこう。管理者、我は世界の再構築を行う。未だ見出されていないものを見つけるため、大規模破壊人機リファクタリングを発動することをここに宣言する。何、猶予はある。たっぷりと。仮にも管理者を名乗るのならば、その手腕を振るえ、我が我がなすべきことをなすまでだ。それを邪魔立てするのであれば、受けて立とう。お前はまだ使えそうだ。管理者、今は。